皆さん、こんにちは。YK すけです。本日、2024年11月の25日、16時26分。ホームページ、YK すけの履歴の一番からですね、まあ、本日の日付で、結構これ、しょっちゅう、サッカーの試合がある日とか、無理やりこれ、夜中の、0時00過ぎ、天の神様に、こう、お祈りしてる、この文章とかを、強引に消されて、スポーツの勝ち負けとか巻き込まれたりとかしたりするんですけども、それしてもコンピューター無駄だから、まずそのことを覚えなさい、コンピューターは。あと人間もね、してるところ。で、いろんなことを期待してるんですけども、結構ちょっと、最近のところで言うと、この辺が、ものすごく重要なところで、この辺のところはね、法改正するとき、厚生年金法と、健康保険法、一つにまとめて、厚生年金と介護保険料の、月額の算定表、僕のホームページからも見れますけども、あれを、六法全書に、つけておいてはいいだけ。で、あとは説明文。ちょっとした説明文。もうそれだけでいいですから。法律の数少なくしなかったら無理。法律積み上げちゃダメ。逆のことしすぎです。で、今回の件に関しては、完全にちょっともう SOS ということで、あと他に世界中の政府と別個へ我が天下はコンピューターが遊んでいるっていう件なんですけど、以前もこれ言ってるんですよ。で、政府の人もそうなんですけども、その実演の映像を、上げておいてくれた方がいいということになっています。で、これね、機能なんですけども、工場でしたっけ？あんまり僕、しょっちゅうゲームをしてるイメージあるかもしれませんけども、動画のそのアップ数を見てもらったら分かる通り、あとスポーツの勝ち負けとかは見てもらったら分かる通り、もう情報に追われっぱなしなんですよ。で、そんなにゲームのことに力入れるかって言ったら、そういう日もあれば、もうほとんどの日はそうじゃない。去年のは阪神タイガースやヴィッセル神戸の優勝を、今年は横浜 DeNA さん、もう一番最初の今シーズンでも最初の方の動画見てもらったら分かる通り、その通りにしています。阪神タイガースの方が上に行っておいて、横浜 DeNA さんに3位以内に絶対入っておいてもらった。一番望ましいのは阪神タイガースが2位で、横浜 DeNA さんが1位というケースなんですけども、クライマックスシリーズで僕は頭の中の供給とかやめたらいいだけですから、阪神タイガースに。そしたらもう完全に、横浜 DeNA さんが勝てるわけですから、ちょっと話戻しますけども、ちょっとね、僕と結婚話した人とかにいろんな意味でのちょっと SOS なんですけども、あともゲーム会社もそうなんですけども、ちょっとね、まず一つ、チルさんに関しては、この間隣の209号室で会議してたみたいですから、芸能人だと思うんですけども、どっからどこまで芸能人かみんなわからなくなるから 普段無遊戯をしてる人がテレビ出たりしてますから、ちょっとね、Facebook のパスワードに関して、誰か、わかる人います？変更の仕方。Watts っていうものを、携帯電話の方へ、アプリへダウンロードして、パソコンの方にダウンロードしようとしては、まずそれができない。で、自分の携帯電話にまずそれを行って、で、パソコンの方にそれをダウンロードして、そこからみたいな形にね、ジャストアンサーさんに一旦お金を払って、それはクーリングオフで結局解約しました。画面共有までしてもらって、それも4000いくらとかそういう話あるんですけども、もうそこできるかできなかったの話ですから、できなかったから、画面共有なくしてと、画面共有はしていてもらって、向こうの方で操作してもらって、それでもできなかったんですよ。で、よくよく考えたユニコーンガンダムでワッツっていうキャラクターが出ていて、ワッツワッツってこう言って、こう落ちていってる時に、バナージの乗ってるユニコーンガンダムに蹴落とされて、で、蹴落とされてるんじゃなくて、あれ、多くの人が Facebook でね、パスワードがわからなくなった時に、保存っていうボタンがあるでしょ。あれでもし何か打ち間違えて、あ、しまった、今の Facebook のパスワードだったって、それ勝手になんか間違えて、あ、Google のパスワードかと思ってたみたいな形で打ち込んで、そこで保存を押してしまったら、もう保存されてしまうんですよ。しまった、メモしないぞっていうことになったら、もう絶対こうなんですよ。メモ帳どっか行ったとか、なくしてしまっただとか、そういうことになってしまうと、そうなるんですよ。で、そもそも Watts をダウンロードしてもできないんじゃないですか。だってプロのジャストアンサーさんでさえ分からなかったんですよ。で、これはメールの方に問題があるんじゃないかだとか、そういう風な話になってね。で、それももうものすごくややこしいんですよ。そっからそこは、僕が加入してるのは、
プララさんなんですけども、そのプララさんに聞いてほしいだとか、あの またそこでもいろんな番号を振り分けてるんですけども、プララさんにもうあれこれ聞いてみたときに、多分これでいいと思うんですけどもみたいな感じなんですよ。これなぜそうなるかって言ったら、会社を一つにしてないからなんですよ。だ会社の一つの会社だったら社内の問題ということで、各部署でね、こうなってますああなってますっていうことをすぐに対応できるんですけども、会社がバラバラだともうこうなんですよ。もう 今時なんかもう電話かけても誰も出てこないでしょ。僕はシャープエンジニアリングで働いていたのは2006年ぐらいなんですけども、兵庫県伊丹市の方に、ある会社なんですけども、まあ、洗濯機とかエアコンだとか、まあ、いろんなものを修理してたんですけども、その当時はね、ちゃんとあのお客様からの電話で、こういうところが、こういうふうなものが壊れてるんですけどもから始まって、で、オペレーターの人間がね、どういうふうな、症状ですかということでね、電源を押してもスイッチが入らないんだとか、電気はつくけども、スイッチのカチッという音がしないだとか、まあ、洗濯機で言うとですよ。もうそういうのは簡単な、洗濯機の、ボタンのスイッチの交換なんですけども、もうあんなのは早いです。早いです。もう部品代も安いです。元のパーツの値段は300円ぐらいですから。ただし、基盤関係になってきたら結構なお値段します。まあ、洗濯機でも、通常のものであれば、まあまあ、当時で5000円ちょっととかそれぐらいだったと思います。テレビの方が高いですよ。テレビはいろんなものを作りすぎなんですよ。基板がいろんなタイプのものがあって、まあ、3つに、ね、基板を分けていて、どこを交換するだとか、もう全部丸ごと交換だとか、もともと1つの基板で作ってたはずなのにとか、まあ、そういう意見とかもいろいろあるんですけども、今ちょっと何が言いたいかって言ったら、我が天下に関してそのAndroid の方で、以前から行ってた我が天下のゲームに関して、データ復旧をしようとしてるんですけども、もうそれが全然ね、進んでないんですよ。で、アクセスはしないでくださいとか、わけのわかんないことを、まあ、記載されてくるんですけども、それ、3日以内にしますみたいな内容の方と、3日が1週間かかりますっていう内容のものがあるんですよ。で、結構、こう一番最初に相談した時から計算して、まあ、3日は、まあまあ、もう、これでっていう形で新しいアカウントを作って、そこに、そこへ、その元々のデータを書き換えて、そこに移すっていう方をね、別行さんの方で行うっていう形だったんですけども、それがね、結局 Gmail を使って受け答えをする形で、で、できたかできてないかの連絡が来ないんですよ。3日経過した時にできましたとか、いや、まだもうちょっとかかりますだとか、普通昔電話使ってた世界ってそうなんですよ。それどころか、何時頃に行きますって言って遅れそうな時は電話して、何時ぐらいになりそうですだとか、もしくは早くなりそうな時は何時ぐらいになりそうですけどもよろしいでしょうかと。もうこういうことを言ってたんですよ。だけどそういう受け答えがもう全くなくなっちゃってるんですよ。で、今、シャープエンジニアリングで例えると、この間ね、何かまあ、シャープ関係、冷蔵庫だったと思います。壊れた時に、違うわ、テレビかな。まあ、なぜシャープ関係のところです。まあ、自分がシャープで働いていたから、シャープ関係のものをでね、特に洗濯機なんか本当は自分で修理できるんですよ。どこがどういう風になってたら、どこが壊れてるかすぐわかりますか。あ、もう簡単、もう誰でも覚えれる、すぐに。もう3日あったら覚えれます。あとは、最初の勇気と根性がいるだけ。間違ったら、修理できなかったら、お金入んないんですよ、それ。不合出来高の話だから、出来高制どちらかというと一件修理して5000円、あとは交通費とか全部自腹、駐車場に車止めてなかったらすぐに僕の時だけ駐金取りに来られたんですよ。場所分かんなくていろんなところ修理しに行ってたら、それはどこに駐車場あるか分からないところぐらいあるっていう話になるんですけども、本当電波での僕へのいじめ、本当にそのくせこの辺にね、車平気で止めに来る連中いっぱいいたでしょ。あかんからみんな全員ノックアウト。ルールアウト。訂正、ルールアウト。いや、ノックアウトでも合ってますある意味。ノックしてないだけでしょ。コンコン。甘井さん来ましたよ。もうね、ちょっと、Gmail の方、その、別行さん自体が、その、
もともとヘルプのところ、手紙のところから、その、まあ、友人とか、ああいうふうなアクセスするところから、手紙のところから、あの、べっこうさんと、プレイヤーの人で受け答えをするっていう形ですけども、もうそこから、もう逃げて、Gmail の方で、運営があるからっていうことになってしまってるんですけども、これね、あの、まあ、それで今自分で六法全書買ったりして、今まで法律とかに関わってきたり、裁判に関わったりしてきていますから、まあ自分が原告で大体。で、まあいろんな法律を見たときに、その、あんまり会社に問題があると、行政の方で差し押さえれるんですよ。会社が行政のものになるんです。だから、あの、天下りみたいな形でね、あの、役員に理事が入り込んできたりだとか、公務員とか国家公務員の人が入り込んでくると。で、そこで入り込んだね、国も巻き込まれていくんです。で、何がどうなってるかよくわかんないんですよ。その別行さんの状態で。いろんな会社でそれ見てるから、その、だからもう結局、それだったら最初から警察官が転調してた。週は株式会社の話。すぐタンクローリーで、横転事故を起こしてるから、踏切でもあったった。僕働いてるとき、京都店の、あの、踏切で、タンクローリーと、あの、電車、タンクローリーの方がそれは転がってる。あの、いろんなところで気をつけなきゃならないんですけども、道路交通課の人間が転調して、一月の労働時間が400時間近く、それ半年させられて、まあ他の普通の警察官、俺は普通の方だからとか、今度開き直ってる警察官、社長の矢野秀和さんもどうやら元警察官、もう話めちゃくちゃ、本当に。もうとりあえず仕事ちゃんと、もともと仕事の数なんかあんまりないから、あの、ちゃんと仕事がしっかりあるところは仕事ちゃんと分担したらいいか、労働時間ぐらい。本当、あれけどな、中によっては、本当にあの、河川水門開式玉線とかの話がありましたから、その話が全て公になって困る連中とかが、もともと本当はその、僕と同期で入った山口隆っていうものも河川の撮影一緒にしに行ってるんですよ。子供の頃僕の東山高校訪ねに来ていて、で、まあだからエネルギーの残存量問題もともと知ってる方なんですよ。で、秀和株式会社のああいうふうな業務形態自体がエネルギーの残存量問題を考慮して出来上がった会社なんですよ。いちいちいちみんな車に灯油缶乗せて買いに行くぐらいだったら、もしくは軽トラに、昔はあの灯油屋さんって軽トラに、まあ、灯油缶、まあ、基本的にポリタンクの18リットルのものをこう積み込んでね、行ったり来たり行ったり来たりしてるぐらいだったら、もうタンクローリー直接お客さんの家の前まで行って、お客さんに直接給油した方がいいと、タンクローリーの前のその灯油缶家の前に出しといてもらってと、目印として分かりやすいからと、まあ、そういうような形でエネルギーコストをね、抑え込んでいくと、まあ、もともとそういうような形で値段まで凄まじく抑え込んで、僕らの世代どういう人か、790円アホみたいな値段でしょ、アホみたいに売ってましたよ。神戸市に北神戸店と、須磨店と西神戸店と、まあまあまあ淡路島はもう今どうなってるか分かんないですけども、もうないかもしれませんけども、淡路店その当時あったんですよ。それが、2000年から2001年、2001年から2002年にかけての頃なんですけども、2001年から2002年にかけては850円に上がってるんですけども、もう少しずつ上げていって修正しようって、あれ阪神淡路大震災があったから、ロシアの方からとか、あの無償でね、石油を分けてもらったりだとか、まあそういうふうな、災害時でしたから、日本とロシアが、あの、友好関係しっかりあるっていうところをしっかり見せとかなあかんっていうことで、気を利かせてね、送ってくれたと。ごめんなさいね、東日本大震災と、阪神淡路大震災、ごちゃになってるかもしれません。サウジアラビアさんたちの方、あの、アラブ首長国連邦込みで、サウジアラビアっていう国会議員の人もいるんですよ。っていうのは、あの辺で、アラブ首長国連邦っていうところは、各部族の長が、こう集まってアラブ首長国連邦なんですけども、そこの賭けを辿っていくと、サウジアラビアの王室になるんですよ。だから国会議員の人はそれなりに知識持ちすぎると、一般人の人と話が噛み合わなくなっちゃうんですけど、向こうの方、カタール含めて向こうの方から、阪神淡路大震災の時は無償で、かなりの量を、提供してもらった
のかもしれません。ごめんなさい、東日本大震災はずっとロシアでした。それはね、もうちょっといろんな情報入ってきたら僕もよくわかんないんですよ。あのいろんな国が分けてくれてるケースも考えられますんで、24時間そのテレビの各報道番組、これまた意地悪なことにね、報道番組によって流してる報道の内容を変わってたりするんですよ。で、順番にはしごしなかったら真相にたどり着かない時とかあるんですよ。本当本当本当ですよ、この話で。ちょっとね、だから、ストリート、急に、ストリートファイター6の話なんか初めて、どうしたんだ、この人はって思われるかもしれませんけども、大体メーカーの人のはずなんですよ。ああいう、プロゲーマーの人たちとか、カプコンさんとのつながりあるはずだから、ちょっとね、チルさん、SOS っていうことで、あと他、大体もう分かった。今の日テレ系列、多分関西の読み放送の、あれ、エブリーでしたっけ、それとも、どちらでしたっけ、関東の方で行っている。ずっと途中でエブリィから関東の方に時間帯変えて、流すでしょ、全国放送の。あのアナウンサーの人、三井住友銀行の窓口で働いているんですけども、三井住友銀行の人間ではなくて、女性アナウンサーですよ。AI じゃん。IT 関係の会社の人らしいです。が、銀行の窓口の業務してるんで、その銀行が、だから今、コンピューター化しすぎて、もともと普通に銀行員として、こう、お金数えていた人たちは、もうちょっと、そんなに難しい話、我々にされてもってデータ復旧なんて、そんな我々無理ですよっていう話になってくるんですよ。C 言語とアセンブラー、わかる人いらっしゃいます、僕の動画見てる人で。僕も一応習った方なんですよ。だから、学校の授業でね、工業高校入ったのに、なんで電子化に連れて行かれない。まあ、何ヶ月かぐらいだけ、その、とあるね、曜日、みんなね、パソコンの前に座らされて、いろいろ打ち込んで、で、一文字でも間違えてただけで、全然稼働しないんですよ、本当に。だからこれね、この間ね、僕は驚いた方なんですけども、ソフマップさんにね、もうこれ多分寿命だと思いますけどもっていうことで、レノボのパソコン、もう十何年間使ってたものを持っていったんですよ。もう読み込み速度が極端に遅くなっていて、コア数が書いてるじゃないですか、読み込み速度って。まあ、安いレノボさんのもので、3コア、4キロバイトなんですけども、SSD ってただ単にSD カードのスロットルがあるかどうかの話でした。で、意地悪なインターネット記事見たら、本当嫌がらせみたいなこと、SSD のところのことに関して書いてきますから、それはだんだん埋まっていくもので、とか、これパソコンの中にこう、そらデータを入れていったら、そら1テラバイトだとか、今時のパソコンだったら結構な容量で販売されてるじゃないですか。知ってるそれくらいっていうことがわかるじゃないですか。決してもうそのデータが残らない話とか一緒に混入してインターネット。もう現場に聞きに行った方が早いって、SSD カードのことですよねって、そうですよってその一言で終わり。はい、そうです、その一言で終わり。何や、インターネット記事はって。ズーまで出てきてこういう風に埋まっていってとか変なね、インターネット記事 見かけて、もう正面聞きに行こうって。ねえ、まあ、まあまあ、その話は置いとくとして、これでもう結論からして、だから、いろんな IT 関係が、IT 関係の団体を作るしかないっていうことになるんですよ、協会を。お互いに情報交換を、自由自在にできて。で、そうしなかったら、もう多分、べっこうさんは、Google さんに丸投げになってしまってると思います。今の Gmail で受け答え、Gmail の方で対応してくださいだとか、運営の、別個の運営は Gmail の方でしてますのでだとか。最初は画像貼り付けて送ったはずなのに画像が届いてないだとか、なんかそんな変なね、返信が来ていて、最悪コンピューターに任せていません。僕は思ったところをついてきて、なんか返答してきてるんですよ。だからコンピューターの、まあ、先ほど言ってた、ホームページ、淡井圭介の履歴の11月25日、2024年のですよ。まあ、それ見てもらったら分かる通り、まあ、YouTube 一覧表の方から関係者の方たち全員へ、天皇家の方たち、
もです、スポーツ界も経済界も放送界もテレビ局関係者もですっていうところにこういうことを書いてるんですけども、これね、テレビ局を相手に裁判した時に分かったんですけども、テレビ局で、報道関係で喋ってる人たちの映像を、まあ、テレビに向かって受け答えとかしてるわけじゃないですか。まあ、僕の声とか、聞こえてきてる人たちは聞こえてきてるでしょ。現場でも、スタジアムとかでも。もうそういう人たちいっぱいいます。世界中に。で、淡井圭介のことを知ってる人たちは知ってますし、一斉放送もしましたし、世界レベルで。もう途中は、淡井っていう、淡井さん、淡井っていう名前を、ちゃんといろんな番組で世界中のいろんな政府上層部の人もそうだし、コメンテーターとして出てきてる人、大体議員だった人か、今、現在議員とかそういう人たち。偽名使って出てきてる人は出てくるんですけども、まあ、そういう人たちでもね、わからないことが結構あって、もう状況が複雑化しすぎなんですよ、結局。だからコンピューターが、ゲーム内でね、もうやめてしまった人のアカウントを使って、アカウントと言っていいのかどうか、まあ、アカウントといえばアカウントなのかな、何なのかな、まあ、そのデータをコンピューターが自動で動かして、だから時間、我々と同じように時間の経過とともに、例えば、武魂のね、時間が経過して、1回抽選できるだとか、募集例とか使用してるだとか、戦って、功績が溜まっていって宝箱を開けてって。だから見てないところで、我々の分からないところで電力を使って、コンピューターたちが自分たちのデータを強化していく話、聞いたことあるでしょう、皆さん。だからそういう風なものだと思われる事例が出ていて、もうだって、もう僕が一番最初にプレイした頃の名前の人たちですもん。そういう人たち何回も見かけましたもん。権利ってそんなわけないでしょって。だが、いやけど、あれ2017年の10月下旬かそれぐらいから、まあ中旬か下旬それぐらいからプレイ始めたんですけども、僕はまあだからスポーツの勝ち負けとかでね、去年で言うとワールドベースボールクラシックの時もそうですし、その後のペナントレースの時も、もうその時はまるまるもうゲームしてないんですよ。あ、半年間ぐらいな。そういう期間が結構あるから、もう皆さんと、差がつくし、正直我が天下の方は、まあ、50万以上多分お金使ってると思います。サブクリプションで一回計算したんですよ。我が天下と戦国国府で使ってるお金の量。だからそれ分かった時に、これデータ復旧とかが、これもう Android で、もうそこでも僕紐付け外して、で、それでもう一つの方のアカウントの方で紐付けしようと しましたけど、できませんでしたって書いてるから、だからデータ復旧します。別行さんの方でしてるはずなのに、で3日経過して、何も返答なかったら見てみるでしょ、もうあったかなみたいな形で。そうでしょ、普通いつか見なきゃなんないんだから。であとお金払って会員になってるでしょ。で会員はその2日分のその原稿とかいろんなものに変わるわけじゃないですか。よくわからないマーク、もういいようなのか、何の通貨なのかよくわかんない。まあ、あるも集めていたら、会員とかに、結構簡単に、買えれる、あとは千枚札だとか、いろんなものに、まあ、伝説の武将関係だとか。だから、あれに入っておかなかったら、もう、まるき、話にならないですし、もう今、多分僕、少々で、お金使ってプレイされている人たちの中で、僕は一番弱いと思いますよ。もうしょっちゅう離れてますから。スポーツの勝ち負けとかで満足にできないから。で、今回やっとね、もうペナトレースも終わったし、もうもう一回ちょっと会員入っとこうってね、1万5000お金払って、で、まあ、2つ目のアカウントを作って、まあ、そちらの方もちょっと、まあ一応始めてるのを始めていて、そちらの方でも1万5000ちょっと使ってるんですよ。そちらのはデータ残ってるんですけども、もうセカンドアカウントは Apple ID にしとこうって、Apple のはパスワードとかメモ残ってるんですけども、でも、もうそれもずっと持ち歩いてるんですよ。だからね、
僕ももうどう対処したらいいのか、だからコンピューターに強い人、本当に助けてくださいの状態なんですよ。だから自分ではしては見ましたけど、だからジャストアンサーさんにもパスワードの変更を依頼して画面共有しましたけども、プロ中のプロ、その人たちもできないんですよ。で、Facebook はもうその人たち、丸投げしてるんですよ、だいぶ前から、昔から。で、皆さん、Facebook に関して、もう分からなくなっただとか、そういうような話、他の方たちの話とかも聞いたことあるわけじゃないですか。で、最終的に、その行き着き先が、まあ、ゲームとかそういうふうな形になってる人たちはたくさんいらっしゃるわけであって、だから、Android 端末なんか遅すぎて、ただでさえ弱いのに、自分の動く方まで動作が読み込み速度が追いつかなくて、途切れるときはすぐ途切れるんですよ。で、途中で着信。いろんなの消しました。もうあれ、いろんな新聞の記事関係とかの、例えば例で言うと産経新聞さんだとか、その着信通知とか、あれもう許可出してはもう大変。あれ、通知が飛んできたらそれ読み込んで、そっち側の方で読み込む速度がさらに遅くなって、ただでさえ遅いのに。文字。なんて打ち込んでるかわからないから、見えるように。あれ多分縦にしないと見えないのかな？何なんだろう。もうとにかく、会話すらまともにできなくなるっていう。アンドロイド。一応、セブンコアで12GB だったから、まあ普通ぐらいの基準だし大丈夫かなと思ったんですよ。画素数も低いですから、画素数低いからこそ読み込めるはずなんですよ。読み込みやすくなるはずなんですよ。画素数が綺麗からこそ高い容量とか高い情報量は求められるはずなんですよ。なんだ、全然話なんだ、本当。だからこれ最低でも 16GB にしたらよかったかもしれませんけど、打ち込む方が打ち込みにくい、本当に。iPad みたいな形の文章の打ち込み形じゃなかったら、これ無理です、本当に。ストレスの方でやられます。で、それで iPad の方に移設したい、移設したいって言ってるんですけども、それは全然うまいこといかない。で、ちょっと、ちゅうさん、その もうそのメーカーの人とかとみんな集まって一回話した方がいいって昔も言ったんですよ、前のアカウントの切り替えの時に。あ、ごめんなさいね。レノボのパソコンからだいぶ離れたんですけども、レノボのパソコンをソフマップさんに持って行ったんですよ。いかがわしいコーナーなくなってるかなどうかも含めて、あそこも鎮圧しました。で、だいぶ前から、何年も前から僕は言ってたんですよ。下の神戸駅から、新神戸駅までの、あ、じゃ新開地から、JR、神戸駅までの地下道、あそこに昔中古の本屋と、あと、エロ業界の中古関係のものとか販売してたとかあるでしょ？あれも全部撤去させましたから、本当、投資が。あそこ歩いたら、その関係者の人間とかが、この辺に喧嘩売りに来るんですよ。もう、いずれの問題だから、本当に。で、もう全部撤去しちゃってありました。もう、僕だけで、神戸市内だけで、確実に10店舗以上、消滅させてますから。アダルトコーナーを置いてる店舗含めて。もうその話は一旦置いといて、ソフマップさんの買い取りコーナーに持って行った時にね、一応復旧する例があるだとか、来てる情報量が多すぎてそうなってるとか、まあ僕の読みでは、コアが、コア3なわけじゃないですか。だから、老朽化が来たら、一番最初のコア1から多分潰れていくと思うんですよ。ただ読み込み速度がさらに遅くなって、もともと速いパソコンじゃないんですけども。それでももう十何年も経過していったら、もう多分そうだなというところなんですね。で、2022年のバッテリー交換をして、で、それから、1年ぐらい経過してから遅くなってるんですよ。で、これがね、もともとメーカーはバッテリー交換を想定してないとか、まあ、そういうふうなこともインターネットで上で書かれてたりとかするんですね。そのあたりがもうパソコンの寿命なのかもしれないんですよ。よくわかんないんですよ、その辺のところ。パソコンの修理はしたことないんですけど、大体なんとなくわかるんですけども、もういろんなことわかりすぎた、わかりすぎたで、中開けてね、基板をね、ハンダゴテとかでこう溶かして、ちょっと持ってきましょうか、時間かかりますけど。
中の半導体のどの部分が壊れてるだとか、コアのこの辺が一番最初にだとか、そういうマニアックな話とかになってきたら、中開けて、こういうふうなね、いろんな、電力のね、通電量とかを調べたりだとか、まあ、通電量でいいですよ。ボルトとか、アンペアとかいろいろありますから。で、これ、こっちはハンダ。この先がね、熱で、すごく熱くなって、そのハンダの、その、金属、あれは何かな、まあ、なぜアルミか何かで、固定してるんですけども、それを溶かして、溶けやすい金属です。で、こういうふうなね、中にね、銅のような、紙のようなものが入ってますけども、これでね、その溶かしたものをこちらに一旦付着させて、で、それで、留め具となってる、そのアルミみたいなね、銀色のものを、取り外して、で、半導体をね、取ったりだとか、で、それを交換して、で、もうちょっとしたら、別のところの部分が壊れてっていう、だからもう基板丸ごと交換でいいからみたいな話、まだそこに行き着くんですけど。こんなもんじゃ済みませんから、本当は。これ全部実費で買ってるんですよ。一見修理できたら5,000円。必死で頑張りましたよ、そりゃ。で、ちょっと、ほんとね、Facebook のパスワード、ほんと僕わかんないですよ。前のパスワードもままかもしれないですし、バグによる攻撃なのか何なのかも全然わかんないですよ。ちょっとコンピューターについて、助けてくれません、本当に。いろんな、今まで結婚話した人とか、そうじゃなかった、メーカーつながりの人とかも含めて、ちょっと誰か本当、SOS、本当に SOS。もう泣け入ってます。以上です、皆さん助けていただけたらなと思います。サッカーはサッカーで同点の引き分け挟んで、あとは勝ちっぱなしでしょ。サムライジャパン27連勝止まりだったでしょ。もうさすがにね、もう昨日はもう台湾が勝ったらいいっていうことも前からね、前日から言っておきました。その前の日も決勝ラウンドでね、なんとかしてね、台湾勝たせてあげなきゃなんないっていうね、決勝に連れてってあげなきゃなんないっていう、まあ、そういう話昔あったなっていうところでね、頑張って日本の投手、攻略しようとして、フォアボール積み上がっていったでしょ。それでもね、ある程度得点はしたりとか、また引き離されたりとかで、なんかおかしいな、何かおかしいなって思ってたんですよ。で、ちらっとこう、順位見てみたんですよ。そしたらもうすでに、台湾は決勝戦へ進出決まってたんですよ。そしたらもう僕としてはね、あ、もうそれだったらもう勝つ方でええわっていう形でね。だから未来の時間軸で淡井圭介が確定的なことをこういうふうに言ってるっていう内容でね、もうそこも決勝ラウンド進む決まってるからみたいなところでね、まあ連勝記録結局伸ばすよ。